仏教小説とは、中国文学での大衆小説の一ジャンルで、武術に長け、技量を重んじる人々を主人公とした小説の総称である。仏教小説における、京都は、己の心情に則っ,って、正義のために行動しようという精神のあり方であり、そこに手段としての武術、すなわち、武が加わったものが、仏教である。よって、 これら二つの要素を兼ね備えた小説が仏教小説ということになるが、実際には仏教小説と呼ばれている作品の全てがこの条件を満たしているわけではなく、仏教小説の定義は極めて曖昧である。基本的には冒険小説であり、スピーディな展開と武術によるアクション描写が数多い娯楽小説である。仏教小説は近世以前の時代を舞台に、 武術による戦いを描いた作品が多く、日本の時代小説や人狂小説と多くの共通点を持っている。小説にとどまらず、映画やドラマ、漫画、ゲームなど多様な媒体に進出しており、中華圏の大衆娯楽文化の一翼を担っているほか、早期に翻訳が行われた東南アジアや韓国でも根強い人気を持つ。内容は多様で、一概に述べるのは難しいが、 完全懲悪や義理を主題とした作品が多く、武術による戦いのほかに、冒険、恋愛、復讐、謎解き、伝記、史実、喜劇など、様々な要素が一つの作品に盛り込まれている。作品によっては、登場人物は超人的な武術を駆使して、戦いを繰り広げることもある。登場人物には、ロビンフットのような正義感や乱暴者、邪悪な戦士などが、 数多く登場するため、世界観には、暴力が支配する混沌とした世がうってつけとなる。日本の剣豪小説のようなアクション小説が、戦国の世を舞台にし、英雄、コナンのようなソードソーサリー小説が架空の古代、世界を舞台にするように、武教小説においても、乱世や、独裁国家の時代、架空の世界が、舞台になることが多い。宋代から、秋よ、 信代にかけての時代を舞台とした作品が多いとされているが、実際は曖昧なことが多く、具体的な時代を設定しない仮想の歴史空間を舞台とした作品も少なくない。仏教小説は、かつては低俗な大衆小説として知識人からは馬鹿にされる傾向があった。だが、深い教養に基づき明確な歴史観に裏打ちされたキーニーサを両派部、 古竜らの作品の登場によって、現在では文学としても高い評価を受けるに至っている。仏教小説の起源については、諸説あり、創始の、節剣編や、式の、四角列伝、遊興列伝にまで遡るという説、上院娘や、今度の奴などの東大の伝記小説や、壮代の話本に原型を見る説、あるいは現代から秋夜にかけて成立した、水古伝や、 三国支援儀と通じるものがあるとの説など様々である。だが、現在の武教小説に直接つながっているのは、新代末期の教義小説と呼ばれる儒教的道徳観に基づいて書かれた完全懲悪の物語とされる、次女英雄伝や三教語儀がその代表的作品である。新代から民国期に移行した1920年代頃より、 これら競技小説の類をもとに、道徳的色彩を薄め、武術による戦いや恋愛などの描写を増して、娯楽色を強めた小説が書かれるようになり、武教小説と称されるようになった。また、それまでの競技小説の多くは、伝統的な講談帳で書かれていたが、西欧文化の流入に伴い、武教小説では、近代的な小説話法が取り入れられるようになった。 ジャンルとしても三キャンの儀のような公安小説の要素を取り込んだ作品も登場した。この頃には、羅折夫人の下田氏目、木、広告教伝の向井康自然、洋装王の帝松院、鶴鉄五部局の大泥、職山県教伝の会議釜楼酒、荒れ女立ての古名堂など、多数の作家が登場した。このように1920年代から1940年代に、 かけて書かれた武教小説は1950年代以降に香港や台湾で書かれるようになった作品とは区分され旧武教小説と呼ばれる。第二次世界大戦、国民党と共産党の内戦といった混乱期を迎え武教小説は一旦衰退する。この頃、中華人民共和国の成立に伴って多くの知識人が香港や台湾に渡り、 このことが新武教小説登場の下地となった。1954年、マカオで、白鶴県の陳活をと呉派大局県の呉れ講義の二人の武術家が対戦するという事件が起こり、香港で大変な話題となった。それに便乗する形で、香港の新聞、大広報の娯楽紙面である、新版法二行派部による流行統経過の連載が始まり、これが、 新武教小説の幕開けとなる。3年後には、両派部の同僚であった、金伊佐夫も、初見オンアダロクの連載を開始、武術や恋愛に重点が置かれ、より視覚的かつ刺激的な内容の新武教小説は、爆発的な人気を巻き起こした。新たな武教小説の流行は、台湾にも飛び火し、多数の作家を生み出す。その中でも突出した人気を誇ったのが古流であり、 金伊佐夫、両派部、古龍の三人は、武教小説の三大化と呼ばれるようになった。現在に至っても、この三人を超える作家は登場していないとされる。香港と台湾を中心に発展した、新武教小説は、現在、一時武教小説が排除されていた大陸でも、広く読まれるようになり、また映画、ドラマなどの各種媒体への進出によって、中華圏の大衆娯楽文化でも、 大きな位置を占めるようになっている。またかつては低俗だとされていた、武教小説も、金伊佐らの登場により、文学としても、堂々たる位置を占めるに至っている。金伊佐は、武教小説最大の作家で、中華圏ではその名を知らぬ者がいないと言われるほど、国民的な人気を誇り、日本での最初の紹介では、中国の吉川英治と呼称された。 豊かな教養に基づいて書かれた魅力あふれる物語は一般大衆のみならず知識人にまで支持され、それまで定俗とされていた武教小説を文学の域にまで引き上げた。そればかりか多くの作品が映画やドラマ、漫画、ゲームなどの各種媒体に進出し、大衆に愛され、広範な娯楽文化の一翼を担っている。金伊の作品の多くは、 歴史の転換期が舞台として設定され、混乱した社会の中で主人公たちが活躍するが、作中には実際の歴史上の人物も多数登場して巨実入り混じった世界を形作り、武教小説の枠を超えた壮大な歴史女事文学と呼ぶにふさわしいものとなっている。1972年に断筆するまでに15の作品を発表し、近年では、金伊を夫の武小説だけを、 研究対象とする、金学ブまで登場している。金伊佐はまた、香港の名宝とシンガポールの、新名日報の創刊者でもある。代表作には、天竜八部、秘曲笑い号孔子、社英雄伝かかななどがある。両派部は、香港の新聞社、大広報で、金伊佐と同僚であり、新聞記者から、武教小説作家に転じた。1五十四年に、 大広報の娯楽紙面、新版法に最初の武教小説、流古島経過を発表し、これが新武教小説の始まりとされている。金伊佐と同じく歴史上の人物や出来事を創作世界に織り込んだ大河小説を得意とする。古典や歴史の豊かな教養に基づいた拡張高い文体に愛国主義的色彩を含んだ民族性が付与されている点で、 特徴的であり、また、競技と情愛の狭間で揺れ動く男女の恋愛物語を細やかに描き出している。金井紗の金学ぶほど盛んではないものの、両派部の作品を研究対象とした両学も存在している。代表作には、浮草総教影六、白髪魔女伝、七賢下手に山、雲海玉弓園などがある。古竜は、台湾の武教小説作家。 私生活でも、武教小説の世界を地で行くような、無来な生き様を示していたが、1985年に48歳の若さで他界した。香港に生まれて、台湾に渡り、生活のために小説を書き始めた。古流の作品は、金伊佐を、両派村の作品とは大きく異なり、時代設定はほとんど無視され、登場人物もほぼ全員が架空の人物である。 だが、主人公が、架空ゆえに、癖のある独特かつ魅力的な人物が多数登場し、縦王無尽に活躍する様が、香港の金伊さを台湾の古竜と呼ばれるほどの人気を呼び起こした。代表作には、多条件各無条件、陸将、大鳥電機、変上、ナミコ、天外赤月刀などがある。武教小説はその後落成から、映画やドラマなどへの映像化が盛んで、 武教小説の影響を受けた漫画やゲームも多数登場している。そのため、香港や台湾、中国などの漢字文化圏の大衆娯楽文化において、武教小説並びに、それに関連した作品の占める位置は非常に大きなものとなっている。中華圏であること、また金伊がシンガポールで創刊した新明日報に武教小説を連載していたこともあり、早期から、 大変な人気がある。これまで多数の仏教ドラマが制作されている。タイ、インドネシア、マレーシアなどでも早期に翻訳が行われていたため、根強い人気がある。日本における仏教小説は時代小説の建豪物、電気物の中国版扱いで、仏教という用語自体も一般的には知られていなかった。また、小説よりも漫画、 アニメ作品での紹介が多かった。日本人作家による最初の本格的な作品は中国文学者でもある武田大淳の十三妹である。文庫解説を担当した作家田中芳樹は風よ万里をかけようはじめ武教小説作品を何作か表している。中華圏の作家による武教小説の日本語訳は近年になり多く出版された。 1996年には、徳間書店から金伊佐尾全集の第一弾として、初見オガダ6の日本語版が、初めて出版された。90年代武教映画ブーム時の映画作品や、それに影響を受けた94年の日本アニメ、機動武闘伝 G ガンダムと98年の日本アニメ、星形武教アウトロースターによって、武教物というジャンルの認知度が高まっていたことも、あってか。 徳馬書店の96年の木に伊沢全集、発刊以降、いくつかの会社から古流や両派部の作品も一部出版された。またそれに続く形で、衛星チャンネルや DVD などで、武教ドラマが放映され、次第にファンが増えつつある。早期より、翻訳出版が行われており、根強い人気があり、仏教をテーマにした作品が多数登場している。ありがとうございます。